だからお前は己を知らないと言っている。あ、お前の存在こそが俺の力だ。いてくれるだけで救われる。いるだけでなんて。俺の愛しい盟友、お前は自分が思うよりも多くの希望を俺に与えている。例えば？そうだな、例えばこうして同じ空間にいるだけで泣きたくなるほどに幸せになれる。まるで口説かれているみたい。そうだな。明日、共に行ってくれるか？もちろん。よくのこのこと顔を出せたわね、この人さらいが。話をしていただくためにご足労願ったのよ。サラーナは黙っててよ。私は聞きたいことなんて何も。先日伝えてもらったかと思うが、俺は不死の治療薬の研究をしている。だがナスラだけでは情報が少なく不明瞭な部分が多い。だから可能であれば留守人のあなたたちから話を聞きたいというのが俺からの願いだ。それとこんなことを言うのは今更で身勝手だろうが、皆が望む場所に行けるように尽力したい、そう思っている。謝ればいいってもんじゃないわ、王のくせに。そうだ、俺は王だ。だからこそ国の規範には従わねばならない。王がやすやすと法を破り捨てては国が乱れる。そんなの言い訳じゃない。今すぐに返してよ。すまない、できる限り早期に返せるよう努力をするとしか今は言えない。どうせ返す気がないんでしょ。シャル、ここにいたいサラーナは黙っててよ。
何でも聞いてくれ。不死の治療薬ができればナスラの不安は解消される。そうなれば女たちを国内に留めようとする大臣たちを説得できるかもしれない。否定はしない。だが問題の根は不死にあると俺は考えている。だからそこさえ解消できれば枷が外れる。ほらね、こんな約束を信じたら100年待っても帰れないわよ。すぐにとは言えない。できない約束は不実だと俺は思う。ただ俺が王である限り、あなたたちが望む場所に帰れるよう努力は続ける。それだけはこの場で約束する。何年かかるかは知らないけれど、その時間を縮めるためにもあなたたちの助力が必要なのだ。私は反対よ。ナスラに協力するだなんて。私は賛成よ。できることは何でもやっておくべきだわ。本当か。約束する。あなたたちを家に帰すための努力を俺は決してやめない。私はトウヤを信じる。こちらこそよろしく頼む。そうでよかった。
全体の3分の2以上は賛成してくれたし、迷っているみんなも研究の成果が見えればこちらについてくれるかもしれないわ。手強い者もまだいるがな。まあね。でも大きな前進だわ。そうだな。明日からはまた忙しいのでしょ？今日はもう休んだら？なんだ、まだ心配か？ほんの少し前までひどい状態だったのを忘れていないだけよ。手厳しいな。あなたは止めてあげないとどこまでも走っていってしまう坂道の荷車と同じようなものだもの。ひどい例えだ。まあでもそうだな、心配ばかりかけるのはよくないか。そうよ。ありがとう、心配してもらえて嬉しい。そんなの改まって言うことじゃないでしょ。さ、もう寝て、明日も早いんだから。わかったわかった。良き眠りの精霊がお前にも訪れるよう祈る。おやすみ。調子はどう？ああ、おかげで順調だ。聞き取りをしていくうちに興味深いことが分かった。興味深いこと？これを見ろ。この印は不死発生の報告があった地域だ。この線は？この辺りだけ印が少ないわね。ナスラとルスの国境線だな。国境線。そう、つまりセグ川だ。じゃあ川の水が原因？もう少し精査をしてみないと確かなことは言えない。おそらくはまだ出てきていない情報もあるだろう。
どうした？他に何か思い出せることはあるか？ごめんなさい。今はそれくらいしか。十分だ。何より信用してもらえたことが嬉しい。え？だから話す気になってくれたのだろ？うん。だけど歯がゆいわ。もっと思い出せれば役に立てるかもしれないのに。お互い最速で。だが焦らずに進もう。それがきっと一番の近道だ。そうね。シャル、何？言いたいことがあるのならはっきり言って。シャル、されてるのよ。それは違うわ。
されてる。だってサラーナみたいに自分から選んだんじゃないじゃない。私が失敗したから。シャル、私があなたを帰れなくした。だから私だけはあなたが留守に帰れる道を探し続けなきゃいけないのよ。私のために頑張ってくれていたことは分かったわ。全部じゃないかもしれないけれど、少しくらいは感じ取れていると思う。でもね、シャル、私は騙されていやいやしたがっているわけじゃないわ。嘘よ。そう言わなきゃ私が傷つくと思っているからあなたはそう言うんだわ。違うわ。私がトウヤに協力をしたいと思ったの。嘘、嘘、嘘。そんなの聞きたくない。聞いて、シャル。みんなの前でも言ったけど、私はトウヤの志を本物だと信じているの。本当にいやいや従っているわけじゃないわ。トウヤに会ってこれが私の使命だと感じたの。使命？今この国から離れてもフシやナスラの女狩りに怯え続けなくてはならない。そんな逃げるだけの生活はもう嫌なの。